スニーロンとトニハピロン、または、アブー・アブダラール・フィリピンには、アイソルとのつながりを持つフィリピンのジハーディストである。イズの指導者、アブー・バクル・アル・イコール・バグダーディに忠誠を誓うまでは、アブ・サヤフのリーダーを務めていた。2016年4月、イズの機関士、アル・ナバは、ハピロンがフィリピンにおけるイズ軍の主張に就任したと、伝えている。連邦捜査局やアメリカ合衆国国務省は、 ハピロンの少年を1966年3月18日としているが、異説も存在する。いくつかの公的機関や報道は、ハピロンがフィリピン大学で工学の学位を取得しているとしているが、大学側はこれを否定している。ハピロンは2001年のドスパルマスの誘拐受験に関わっているとされ、2006年には FBI のモーストオンテドテロリストリストに登録されている。 アブサヤフは2013年から2014年のいずれかの時点でビデオメッセージをリリースし、その中でアブーバクルアルバグダーディーへの忠誠を宣言している。2016年7月7日、ハピロンはアブサヤフを率いてティポティポの戦いに参加している。イズが2016年7月21日に公開したビデオの中でハピロンはフィリピンにおけるイズジハーディストたちの 指導者として紹介されている。2017年10月16日、デルフィン・ロレンザーナ国防大臣は、ミンダナオ島にある南ラナオ州マラウイにて、ハッピロンが死亡したことを明らかにした。ありがとうございます。